もう一つの大学時代、大学院時代の時間割り、教職と必修がギチギチですね。いや、これがまあある意味人生を変えたと言っても過言ではない。秋学期がそう、トイック、この授業はね、4年生たちに嫌われた。さて、始めました、もう一つチャンネル。さあ、今回はですね、もう一つの大学時代、大学院時代の時間割りということですね。取ってた科目時間割り出てきたんで、この間実家に帰った時にそれ見てみたいと思いますね。今後キャンパスの地図がある。あ、駒場キャンパスの地図もあるわ。自分が出てた授業の場所に印がついてるわ。で、ノート出てきたんですけど、これ慶応の時代も東大の時代もこれ使ってたんで、ノート、ルーズリーフです。はい、それで取ってた科目の時間割あったんですけどね、見ると大学2年と3年の時間割、あとは東大の院の1年の時の時間割ですね、これね。それらを見ていきたいと思います。やっぱり教職と必修がギチギチですね。落としたり切ったりしてるのもよくわかる。こっちだな、2年はフランス語の第二があるはずだから、予習と復習が必要だよとかも印もついてる。月曜1限は教育臨床論、切ってますね。日吉に行ってないですね。秋学期は道徳教育論、いや多分落としてるな、違う道徳教育取ってるもん。次、教育方法論、あ、これは取ったと思う。2限秋学期で、3限英語学 D 落としてるわ。何だったんだろうこれ。4限通年で英作文取ってた、これ教職の英作文だ。で、次が5限が口語英語だ。はい、教職の、いや、これがまあある意味人生を変えたと言っても過言ではないですね。もうだから周りが帰国子女とか留学してた人で、英語が喋れる人がいる授業 ですごい仲良くなったんだよね。だから SFC の人とか、だからコロナ前までは会ったりしてたね。2人結婚した時結婚式あって行ったな、それぞれ。これで英語喋れないとダメだってすごい頑張って勉強したんだよね。そう、留学を決意した授業です、これが。その後、後ろにバイトも書いてあって、中3社会って書いてあるから、俺これ終わった後、中3社会を教えに行ってたんだね。見たから。綱島まで。続いて、火曜1限、春学期が教育心理。はいはい。あんま授業は出てなかったけど。で、火曜2限、フランス語第2。これ必修でした。英米文学専攻のフランス語で、男は3人しかいないクラスだったんだよね。で、3人とも友達じゃなかったから、ほんと喋んなかった。前半とね、後半に分けられるんですよ、名前順で。予習復習必須って書いてある。次、英文学演習 K。選択必修。なんだろう、英文学演習。フランケンシュタインだっけ。次が、美術。すげえ字が汚い先生で、マジで読めなかったんで。次は教育社会学5限の、ああ、その後に中1の国語と社会を教えてたんだ。で、水曜日1限が英文学史、はい、必修、落としてる。で、英語第2、はあったね、英語第2必修ですよ。春と秋で違う先生だったな。3限が原点講読だ、そうだ、水曜3限原点講読で、詩の授業でしたな。次は英語学 A、 あったね、英語学 A、 文法の授業だったわ、これ。で、木曜1限現代英語学出ましたよ、もうめちゃめちゃ難しい。英語学の。で、フランス語第2、はい。で、米文学史、木曜3限ね。あー、辰巳先生の授業ですよ。慶応ニューヨーク校で私があったね。次が、英語第2、選択必修。はい、英作文です。英作文の、毎年取ってたんで私、英作文の授業、選択は。で、フランス語1、あ、これ私、仮進級ですからね。だからフランス語をもう一個多く取んなきゃいけなかった。金曜1限、英語圏なんとか、教職の授業だ、これ。で、次が、金曜2限が通年で英語史。で、3限に俺、日吉行ってたんだ。体育理論取った。あ、懐かしい。教職体育必須ですから。秋学期日本語教授法だ。いや、これ、4年かなんかで取ってるわ。で、春、現代教師論、日吉で取ってるやつね、4限が。で、5限が教育基礎論。はい、取ったわ。すごいつまんなかった。で、土曜が法学、日吉のやってるけど、取ってないですね。結局行ってなかった。これが2年生。で、3年になって、月曜1限が特別活動論あった。月曜2限生活指導論あった。秋学期がそう、トイック。この授業はね、先生がほんと数回しか来なくて、ほぼ授業行ってないのに単位来たやつ。もうふざけた授業だった。次が文章と表現。全く覚えてないんだけど、こんなの取った？次、イタリア語初級予言切ってるわ、これ。比較文からは取った、これは。秋学期。火曜日、古代中世英語。あったね。火曜1限。はいはいはい。火曜2限、英語学 F。はい。いろいろ発表とかしたわ、これ。火曜3限、英語学演習。あった。歴史言語学みたいなやつだったな。英語史だったよね。
教育法を取ったんだな。で、水曜が英文学習ですね。はい、落としてた。4年生で取ります。秋学期に教育臨床論と。次、浮世絵とか取ってんだけど、これも国際センターだな。全部英語の授業だね。で、教育方法論と、アカデミックライティング取ってるわ。これで4年生のライティング、めちゃめちゃ赤入れして、すごい4年生たちに嫌われたわ。で、現代英語学、再び取りました。で、次が、英文学演習かな。で、次、道徳教育論。日吉行ってたんだ。で、教育心理。あ、教育心理落としてたんだね、2年の時。3年でまた取ってる。今度は一限じゃなくてちゃんと取った。で、ゼミがあって、そうですね、3年だから。で、金曜1英語拳銃をまたるな。比較文化で取ったんだよね。お、空き時間がある。金曜3限、カリキュラム論だ。そうだ、春学期。で、4限が英語音声学。あ、これ必修ですね。で、5限が韓国語だ。朝鮮語初級。一回も行ってないわ。全く勉強してなかったもん。留学した時にも何もできてないもん。再び土曜日に法学入れてるんだけど、取ってない。はい、という感じで。残したやつを4年生の時取ったんだよね。さっき見た時手帳に書いてあった授業。月曜日は英語音声学取ってて、予言に、あ、言語学、シンタックス取ってるわ。で、5限にゼミあって、水曜1限に英文学。で、水曜2限、インテンシブ英語。はいはいはい。これ、全部英語でやるやつ。ディベートとディスカッションね。週2あるんですよ。水曜3限にアカデミックライティング取って、水曜4限に教育方法論。木曜2限に翻訳取ってる。で、3限に言語学。なんだろう、言語学の何取ってたっけ ?4 限に英語学演習。何やってた金曜2限にインテンシブ。で、3限に道徳教育論また取ってるの。ここで取ったのか。じゃあ落としてたのかな、3年の時。で、4年で教育カリキュラム論取ってるわ。週4日行ってるね、4年生の時は。そして東京大学入りました。で、東大入ったら、学部やってないから学部の必修取ってくれって言われたから、大学院生なのにめっちゃ授業出てたよね。別に単位取らなくてもよかったから、試験は出なくてもよかったんですけど、最初、月曜日の2限に比較言語学出てるね。で、3限に言語学演習、そう、これがね、大変なんですよね。発表して、いろいろね、バンバン質問、こう、受けなきゃいけない授業で。で、火曜日が日本語文法研究、はい、ありましたね。で、音声学だ。これは言語学の方なんで、英語音声学とは違うんですよね。そのあらゆる言語発音できるようにやんなきゃいけない。で、水曜日、言語学概論。はい。この言語学概論で学ぶことっていうのが、もし言語学のね、院試受けたい方はめちゃくちゃ大事になるやつ。次はフランス語。そう、これ切ったのに単位来たんだよね。試験受けてないのに単位来て大変になった。次、そう、言語情報特殊演習。わざわざあれだよね。駒場行って撮ってたやつだ。でもね、結局2限だったから早すぎてね、切っちゃったよね。で、その後スペイン語。はい。これ取った。全部出席した。スペイン語は。文法ばっかでつまんなかったけど。で、要言が言語理論。はい。取ってましたね。駒場で。で、金曜日、一限、朝鮮語。こちらも出ておりません。そう、韓国語結局で勉強してりゃよかったんだけどね。スピーキング2、貼ったね。懐かしい。あのね、なんか喋ってて、結構東大のね、帰国子女とかもいっぱい出てる授業で、完全なネイティブ、先生よりも全然できる人が受けてる感じだった。で、最後なんかトイックが試験だった。うん、トイックのこと全然分かってないな、この先生と思いながらいたわ。後期のこれなんだろう、論理学出てないな。で、予言が、認知文法、はいはいはい。出てましたね、これ。認知文法の入門と研究だね、はい。二つ。続けてあるやつ。で、集中講義とかもあって、意味論とか出てましたね、はい。懐かしい。こういう風にやりました。まあ、だから結構専門的なことはやってますね。まあ、でも落としてますね。はい。バイトしすぎだったから、もうスケジュール帳見てびっくりしたもん。マジで働きまくってますね。まあ、それで教える力磨けたんでよかったかなと思いますけど、これに基づいて今の自分がいるんですね。不思議な感じです。はい、ということでした。何かの参考にしていただければと思います。最後、ありがとうございました。ティックウォッチング。